甲州オリンピックスポーツエキスポセンターは中華人民共和国甲州市にあり一部建設中のスポーツコンプレックス。スポーツのみならず博覧会などの国際的文化イベント会場や日本市、レジャー施設などが集積した総合施設群である。甲州オリンピックスポーツエキスポセンターは甲州市の貧困区と小山区の土地にあり、 戦闘港南岸で両区を分ける七甲河佐岸で、貧困区の地域にメインスタジアム、テニスセンター、地下鉄六号線、オリンピックセンター駅の駅ビルがあり、七甲賀右岸の小山区の地域に、体育館、水泳場、甲州エキスポセンター、総合訓練館とツインタワー、甲州の門、地下鉄六号線、エキスポセンター駅の駅ビルがある。2006年建設計画策定。 2007年に計画認可2009年に建設開始した。一部のスポーツ施設は市民に無料開放される予定。また、2022年アジア競技大会の使用会場として使用される予定。建設面積22.9万平方メートル。陸上競技とサッカーの国際大会を開催できる設備である。観客席は8万席で3層に分かれ、北側は 戦闘校の景色が見えるように切れて開いている。外観設計は、絹の質感とダイナミックな戦闘校の流れをコンセプトとしていて、28枚の大きな花弁と27枚の小さな花弁で構成されている。メインフロアと地下1階は、スポーツ競技用のスペースと、公衆無形文化遺産保護センター、公州大衆文化活動センターと、 中国院様博物館の新館が入る。2階部分は、環状のプラットフォームになっていて、テニスセンターに連結されている。スタジアムは市民に無料で開放される予定。テニスセンターとスタジアム、2018年10月、建設面積4万930平方メートル、総座席数1万5600席。他に8面の予選会場、 10面練習場と2面の屋内コートからなる。国際的テニス大会標準に準拠し、設計されている。メインスタジアムとプラットフォームで連結している。内部改造後、テニスセンターでは2018年世界、淡水路選手権を開催した。建設面積84万平方メートル、国際標準ブース7500所間、総合会議室28部屋などを含む、 コンベンションセンター、ルーフガーデン、地下ショッピングセンター、地下駐車場などご区画がある。エクスポセンターの鉄骨構造物の総量は15万トン。総設作量は250万立方メートル。2013年12月、春工。2016年の G20 サミットの主会場として使用された。総建築面積は39.7万平方米メートル。 18000席の体育館では、バスケットボール、バドミントン、バレーボール、卓球、ハンドボール、体操競技、ボクシング、武術、フットサルなど、インドアスポーツ大会が開催できる。6000席の水泳場は、水泳、飛び込み競技大会とトレーニング用に50メートル25メートルプールと、25メートル25メートルの、引込み用プール。 トレーニング館には50メートル16メートル温水プールがある。外観はビキニのようだと言われた。建設面積は18万平方メートル。甲州の門と呼ばれている。仙皇寺京、銭港三橋、京州路加工トンネル、青年路トンネル、地下鉄1号線、地下鉄2号線が両岸をつなぎ、主要市街地からほど近い。エキスポセンターは、 戦後セ,センチュリーシティ地区にあり、甲州駅や甲州商山国際空港にも電車で30分の距離である。計画中の地下鉄6号線と地下鉄7号線が開通する予定で、オリンピックセンター駅とエキスポセンター駅が分けて設置される予定。ありがとうございます。